はい、今回はご質問いただきましたソニーベガスプロで作った一つのイベントパンクロップをコピーして他の素材にも適用していく方法をご紹介していきます。まずタイムライン素材を配置します。こんな感じで3つの写真素材を配置しました。では1つ目にイベントパンクロップでアニメーションをつけていきます。イベントパンクロップからまず画角を16対9に設定します。タイムラインを最後まで移動して画角を変えていきます。こんな感じのアニメーションをつけました。ではこの今設定したイベントパンクロップをコピーして2枚目の画像に適用していきます。1枚目の画像で右クリックコピー、そして2枚目の画像右クリックイベント属性の貼り付け、こうすることで1枚目と同じ動きを2枚目の画像に設定することができます。こんな感じで非常に便利な機能なのですが、ただこのやり方にはちょっと欠点もありまして、1枚目の画像01ですね、画像サイズ 2000×1333、 2枚目画像サイズ 2000×1333、 そして3枚目 2000×1200 といった感じで画像の画角が違うんですね。縦横比、こんな感じで画像の縦横比が違う場合ですね。やってみます。イベント属性の貼り付け、するとこんな感じで余白ができてしまいます。ですのでこのやり方をする場合は、まず作業を行う前にこれらの画像素材ですねを画角を合わせてやる必要があります。解像度サイズはバラバラでも大丈夫です。縦横の比率ですね、16対9であたり4対3の比率を合わせてやる必要があります。この比率を合わせる作業は画像加工ソフトなんかを使って行うことになります。もしくは、こういった形で作業を進めてしまった場合ですねは、この今ベガスに読み込んでいる画像素材ですね、元のこれをフォトショップなどの画像加工ソフトに読み込みます。そして1枚目や2枚目と同じ 2000×1333 に設定していきます。1200を1333、するとこんな感じの画角となります。まさしく今同じ表示になってますね。これを画像加工ソフトの方で引き伸ばして上書き保存します。こうするとこんな感じで他と同様フィットして表示させることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。